ああ、そっか、結局。時間はですよ。どうしたの？浮かない顔して。とっておきの BED でもどう？前に来たことがある。見覚えないけど。正面から入ってないからな。面白いジョークね。ルールは簡単。気になる子がいたら直接声をかけずにカタログで探す。その子の BD を受け取ったらボックスに入る。それと録画はもちろんおさわりも厳禁よ。分かったらどうぞ入って。なるほど。楽しんでらっしゃい。ビージーズへようこそ。どうも。あら、かわいこちゃん。お前はそこまでやな。ひで。何か出そうか。エブリン・パーカーを探してる。ここにいるか。あんたは？リーダー、エブリンとデートの約束があってな。そうか、よろしく。俺は待ておる。どうも。で、エブリンは？さあ、ここは広いからな。探し回ってみたらどうだ。大丈夫よ、待てよ。私のお客だから。ああ、エブリン・パーカーよ。綺麗な人。一目見ただけであなただって分かったわ。ならなぜ声をかけなかった。まずは観察したかったから。で、お気に召したか。あら、聞くまでもないと思うけど。でしょ。ついてきて。誰にも聞かれずに話せる場所があるから。ラウンジにいるわ、マテオ。誰か訪ねてきてもいないことにして。私たちはディスのよ。体の隅々まで私たち二人が満足させてる。別に何もないさ。アイテムは全然なかった。スマの方が良かったんじゃない。これデクスからいろいろ聞いてるわよ。相当腕が立つんですってね。それに信用もできるとか。評判通りだといいんだけど。早くして。そもそもデクスの言葉なんて鼻から信じてないくせに。褒めてるのに素直に喜べないの。いや、お世辞を言うタイプには見えないだけだ。デクスもなかなか見る目があるのね。
彼との付き合いは長いの？彼と組み始めたのは最近だ。フィクサーは2種類いるって話知ってる？一方は厳しく管理して決まった人材を使い続けるタイプ。忠誠心と統制を何よりも重んじ、相手に信用を置く。デクスター・デ・ショーンはもう一方のタイプよ。もう一方のタイプ？どういうことだ？いわゆるヘッドハンターよ。彼らは他人に信用を置くような真似はしない。あくまでも自分と自分の直感のみを信じ、可能性にかけていくタイプ。もしその賭けに失敗したら、途端に全てを失うことになる。今回はデクスの直感が正しいことを祈るわ。本題に入ろう。仕事の内容を教えてくれ。今回の目標についてはすでに聞いてるわね。レリック、通称魂の救済。目当てはそのテクノロジーだろう。相手はあの荒坂だ。つまり相当危険な作戦になる。荒坂はこの人格移植テクノロジーに何十億もつぎ込んでる。でも私が欲しいのは中にあるデータよ。チップはコンペキプラザホテルの一室に保管されてる。行ったことは？荒坂のホテルチェーンだからな。高級感はあるがいまいちだ。やっぱコンペキといえば東京のだろ。ここの作りは東京のコンペキと全く同じよ。作りは一緒でも日本のスタッフとサービスは別格だ。シンガポール、パリ、ワシントン、他の場所なんて足元にも及ばない。まあ確かにそれは言えてるわね。でチップの正確な場所は？最上階よ。よりのぶ荒坂のスイートにあるわ。よりのぶ荒坂がナイトシティに？なんだ、スクリームシートの記事はデマじゃなかったのか。もう周知の事実よ。サブロー荒坂に残された唯一の息子、つまり頼信が荒坂帝国の次期社長だもの。150年もトップに座り続けた皇帝が今さらその座を譲るとは思えないが。荒坂家の真の狙いを知る人はナイトシティにもごくわずかしかいないわ。あんたはどうなんだ？何か隠してる情報があるならもったいぶらずに教えてくれ。なかなか鋭いわね。頼信は荒坂の研究所からチップを盗んだの。すでにネットウォッチとは交渉済み。彼らに売るつもりよ。何が言いたいかわかる？それともまだ説明が必要かしら？ネットウォッチは中立だからこそ成り立ってる。盗品に手を出して評判を傷つけるようなことをするわけがない。確かにネットウォッチは全ての企業にセキュリティを提供している。それが彼らのビジネスだから。でもね、今はまさに戦国時代。自分だけ成人でいることなんてできない。勝つにはなりふり構っていられないのよ。頼信は見返りに何を得るんだ？そこは重要じゃない。あなたはチップに集中して。ネットの番人が差し出せるものといったら敵に関する情報とか。だからそこはどうでもいいのよ。あなたがチップを手に入れたら取引そのものがなくなるんだから。頼信が密かに盗み出したならチップは荒坂に警備されてないってことか。でどこに保管されてるんだ？有機体の神経環境を模倣する専用コンテナがあるみたい。見た目は一般的なブリーフケースに近いはずよ。ケースはどこに？それはその目で確かめてもらうわ。そうね、他に質問がなければすぐにでも。早くして。もう十分だ。で次は？ここからが本題よ。来て。計画に役立つものを用意したわ。コンペキプラザのブレインダンスよ。 BD が何の役に立つ？欲しいのは情報だ、スリルじゃない。あなた BD の使い道が
ボックスで見るバーチャルポルノだけだと思ってるの？ BD は究極の分析ツールよ。行くとは言ったけど、ブースターを使っても知覚できないような細かいディテールすら漏れなく把握できる。まさに必要な情報でしょ。で、中身は？頼信の部屋の記録よ。中の様子がわかるわ。お宝は自分で見つけて。十分な情報が取れてるといいんだけど。アディアン、意外とアイテムあったやん。うん、ちょっと待て、あんたが記録したのか。ええ、記録用インプラントでね。いけない？頼信の部屋が記録されてるってことは中に入ったんだな。面識があるのか。私がどうやってこれだけの情報を得たと思ってるの？彼のことはよく知ってる。頼信とは互いに利益をもたらすビジネスパートナーってところかしら。 BD はすぐ見れるのか？ジュディがやってくれる。モックスの子でね、彼女とは長い付き合いなの。 B、 大事な話をさせて。ジュディは何度も私を助けてくれた。誰よりも信用できる子よ。でも彼女はモックスの一人であって、決してあなたの仕事仲間じゃない。それを忘れないで。余計なことは言わないよう注意して。心配するな。その辺の分別はある。仕事でもプライベートでもな。そう、付き合いたい、付き合いたいんだけど。あ、いつか。ねえ、ごめんなさい。話の途中よ。エヴ、待ってたよ。彼は B、 例の BD の件で連れてきたの。こっちはジュディ、最高のブレインダンスエディターよ。ちょっとやめてよ、ムズムズする。感覚信号増幅器、音波に感情波モニター、どれも一級品だ。ほとんどは改造済み、既製品は外装ぐらい。自分で改造したのか？当たり前でしょ。そこにある変換器は冬月製だな。そのシリーズのマトリクスは使い物にならないって聞いたが。そう、でもマトリクスの交換なんて難しくないし、スキャンウェアを追加できるモデルはこれしかないから。はいはい、 BD はコンパイル済みよ。どう、なんとかなりそう？まだ生に近いけど、ま、大丈夫でしょう。とにかく B が深く潜り込めるならいいわ。じゃ、早速調整から始めようか。たまに舞い込んでくるジグジグストリートのどぎついポルノに比べたら全然余裕だから。じゃあ早速潜って直に見てもらおうかしら。いいわね。 B はどう？生もののブレインダンス、これが初体験でしょ？どうとでもなる。さっさと始めてくれ。了解。じゃあ座って、早速始めるから。これを撮りたかったのに、変なことしちゃった。会話のあれって大事よ。感覚プロフィールの作成ね。感覚プロフィールってなんだ？感情反応と認知機能のモデル化、その上で調整を加えないと生物の BD には耐えられない。これをやっとかないと、起動した途端に気分が悪くなったり吐く可能性もあるから。それに最悪の場合。なんだ、もったいぶるなよ。あなたのシナプスがカリッカリに焦げる。ま、そんなことは起こさせないけど。どうぞご自由に。でも痛いのは勘弁してくれ。大丈夫、これは痛くないから。それじゃあじっと座って私を見て、分析ソフトを実行するよ。ちょっとヒリヒリするから。わかった。
オッケー。次は視覚とその他感覚信号の設定ね。視力検査の時みたいにこの2つの画面をよく見て。毎回このめんどくさい調整をやんなきゃいけないのか。そういうわけじゃないけど、やる価値はある。見てればわかるから、 BD 分析の凄さがね。あとは通格リミッターを入れて。よし、準備完了。じゃあプロフィールのテストから始めるよ。サンプル BD を使ってエディターに慣れてもらう。さて、どれがいいかな。私の記録を使えば時間の無駄じゃない。リスクヘッジよ。すぐ終わるから。確かここら辺にあった。始めてくれ。ええ、先に調整済みのもので慣れてもらって、それから編集モードに入りましょう。ダイブ開始まで3、2、1。入ったけど。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。いいか、出し惜しみはなしだ。アドレナリンが出れば出るほど BD の値段も上がるからな。よし、行け。全員伏せろ。さっさと仕上がれ。床に傷するんだよ。金を出せ。さっさと司令塔をぶっ殺すぞ。ちょ、待ってくれ。落ち着いて。早くしろ。頭吹っ飛ばされてるのか。誰だぞ。大丈夫。コルチゾールとアドレナリンが急上昇したけど、ホルモンブロッカーが効いてくれた。あなたの体は何ともないよ。すごく強烈だった。男の痛みやストレス、それにあれは希望か、いろいろと混じってる感じだった。あの前にブースターでも使ってたのかもね。まあ心配はいらないよ。設定は完璧だし、編集モードに切り替えるね。
記録者の感覚配列から B を切り離すよ。そうすれば場面全体を自由に観察できるようになる。分析モード中はカメラを自由自在に動かせる。移動もズームも全てが思うがまま、自分だけのサンドボックスってわけ。分析モードでは再生速度を調節できる。必要なら一時停止も可能よ。コンソールを使って再開できるからやってみて。ああ、そういうことか。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。すごいでしょ。でもこれだけじゃない。早送りも早戻しも好きなようにできるんだから。早速最初のとこまで早戻ししてみて。はーい。もしだそうだ。残すよ。ちょうどね、うん、OK。 じゃあ今度は早送りして。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオの最高へロードにこの BD を売るだけだ。OK。 ちなみにリセットして一番最初のとこに戻ることもできるの。やってみて。さあ、こっからが本番。そもそもの目的はこれだからね。分析モードでは記録者が BD に取り込んだ環境を探索したりスキャンしたりできるの。銃にフォーカスを。最初のシーンで相棒から受け取ったやつ、それをスキャンして。なるほど。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪って続ける。あとはスタジオの作業をこのビディを売るだけだ。いいか、出し惜しみはなしだ。よし、ここだね。上出来よ。続けましょう。さて、分析モードでは記録者の近くで発生したノイズや会話を拾うことができるの。 BD は記録者本人が意識してなかった光景や音まであらゆる細部を記録してくれる。え、そう。エディター内でオートレイヤーに切り替えると各信号の発信元が視覚化されるはず。早速やってみて。 OK。 店内にいくつかの音声パターンが表示されてるでしょ。一つを選んでフォーカスしてみて。タバコとブローゼフのパック、あとザッパー2つ。はいよ。今日はカレー味とサーフ&ターフ味がお買い得だ。全員伏せろ、はい、さっさとしやご感想は。信じられない。本当にすぐ隣で起きてるみたいだ。これが BD レコーダーインプラントの力よ。あらゆる背景情報を記録し、エディターの機能で細部を引き立たせてやる。そのまま音の分析を続けてみて。飽きたら次に行くよ。生データには記録者のサイバーウェアが取得した別のレイヤーが含まれていることもある。というと？ヒロシの赤外線検知ウェアをつけてるエブリンの記録なら熱パターンの分析ができるってこと。なるほどな。じゃあ男がカウンターの客を殴るまで待って。あれ、床に傷するんだよ。金を。スキャンは人間にも使える。そこの怪我してる子に近づいてスキャンしてみて。それじゃあ次、強盗が痛い目に遭う場面まで移動して。待て、さっさと司令塔ぶっ殺すぞ。ちょ、待ってくれ。落ちて早しろ。あたすと金が。わかる？彼はこの時自分がどう撃たれたか見てない。でもあなたは見れちゃうの。どう？ワクワクするでしょ。入り口の上の方で点滅してるのが見える？監視カメラよ。撃ったやつを捉えてるはず。確かめてみて。映像は店員の後ろの画面に送られてる。強盗の視界に画面が入るところまで戻してスキャンしてみて。
再生モード。でしょ。店員のモニターってどこ？監視カメラの画面が見えるまで早送りする。彼の相棒、きっと最初からそのつもりだったのね。この手の BD はブラックマーケットで高く売れるから。リアルな死の体験はマニアが飛びつくのよ。さて、もう十分ならいつでも終了して。BD ってすごいでしょ。ここで扱うやつは残念ながらほとんどお一人様用だけどね。じゃあそろそろ本番に行くよ。いや、ちょっと休憩させてくれないか。まだあの瞬間の感覚が、くそ、消えないんだ。 B、 時間がないのよ。しっかりして。そうだな。よし、じゃあティーバッグドリンクして始めよう。ちょっと誰よそれ。仲間のランナーだ。セキュリティ専門、分析に協力してもらう。別に構わないだろう。いや構うんだけど。話が違うよエブリン。ティーバグはプロだ。それも意識が高すぎて困るくらいのな。信用できる。だから何なのよ。ちょっとジュディ、あなたを危険にさらすようなことはしない。わかるでしょ。わかった。そのランナーに連絡したらダイブするよ。B、 どうしたの。マグ、聞いてくれ。コンペキプラザの情報が手に入った。ブレインダンスだ。コンペキ、そんなことかと思った。誰かと一緒なの。それは関係ない。とにかくお前の力が必要なんだ。
ダイブしたら何に注意すべきかアドバイスしてくれ。分かった、やってみようか。接続開始。私のアクセスを許可してくれる？ポート1779を開放。セキュアプロトコル。よし、今リクエストを送った。来た、準備はいいか？待って、 OK、 接続を確認。あとは簡易アイスを。よし、踊りましょうか。ジュディ、始めてくれ。さあ、よりのぶがレリックをどこに保管してるか突き止めるのか。宅配便のご到着か。エブリンの彼女の恐怖を感じた。すぐに平静を取り戻したが、非常に危険な存在。ここか？警報のファームウェアは最新版だけど、このシステムは穴だらけだって某 BBS で話題になってた。シグネチャーを偽造してキーを生成しておくわ。私の立場が全ては大義だ。しくつろいでてくれ。会話をよく聞いて、重要な情報があるかも。犬、うっすらしろ。で、俺したくし、いや、俺したくし。いい加減、しつこいぞ。これでは私の立場が全ては大義のためだ。しくつろいでてくれ。ちょ、すみません。しくつろいでてくれ。その音は換気と空調？ってことはサーバーね。機材を冷却して管理してる。こっちはすぐに終わる。プログラムはまだ試験段階です。市場に出すわけには。いちいちうるさいぞ。あなたのお父様はこのプロジェクトに強い関心を示されています。リスクについてきちんとご説明。そこまでにしておけ。あの干からびた老いぼれの話を俺にするな。
あいつから聞くことなど何一つない。何のビジョンもない小山の大将が。今のは聞かなかったことにします。ならばこれを聞け。サブロー・アラサカは時代遅れの理想にとらわれた暴君だ。現実を直視することを諦め、未来に目を向けることを拒み、そもそも存在したかも怪しい過去の世界を夢見てやがる。この20年あいつとは目を合わせたこともない。そしてこの先もないだろう。エリックの保管方法についてですが、非常に特別な環境が必要になります。必ず資料をお用意ください。もういい、分かった。今の聞いた？レディックの資料がどこかにあるはず。探してみて。ここが怪しい。すんな、あいつから聞くことなど何一つない。何の小山の大将が。わからん。ならばこれを聞け。サブロー争う。大王くらいの理想にとらわれた暴君だ。ああ、違うか。ことを諦め、未来に目を向けと拒み、そもそも存在したかも過去の世界を夢見てやがる。この10年あいつとは目を合わせたこともない。そしてこの先も何か持ってたちょっと待ちましょう。アホの間さ、気にしないね。そんな何か少し気になってたんだけど。少しな、気づく。それもいいけど、それだけだ。君が私に要求するな。一つだけ、知るね。ねえ、権利はまだある？あれすぐに。必須のナイトスタンドだ。いいだろ。こんなようなに。この世の真摯。こんなようなに、うるせえな。自動タレット。最新のスキャナーモデル。システムは全てサーバーにつながってる。無力化できそうか？外部からは無理。中に入ってシステムとどうつながってるか確認しないと。伸びない。ねえ、まずい。ネットウォッチのカメラだ。モーションセンサーに熱感知、 IFF も搭載されてる。お前ならハックできるだろう。余裕よ。連中のサブネットにアクセスする必要があるけど、セキュリティシステムは全てホテルのサブネットにつながってるみたい。フラットヘッドがないとシステムをシャットダウンできない。なるほど。自力じゃ無理なのか？無理。少なくとも思いつかない。権利はまだある。あれでも小さなこと、いい考えがある。なるほど。ほら、もういいだろ。なぜでは。もう探してるの。装填済み。セーフティーはオン。実際にこの部屋に行ったとき、役に立ってくれそうね。
パッドに電源入っとったのって試験段階です。市場だ。負けには。いちいち。シティシティシティ。ハイネカサリのおじし。スカミさん。ハメムスさん。これでは私の立場が。温度調節コンテナのマニュアルね。レリックは低温で保管しろって。冷凍庫に入れとく必要があるってことか。ええ、そうしないと損傷する。 OK、 エディターのサーマルレイヤーをつけて、温度が分かればヨリノブのチップを見つけやすくなる。いい考えがあるの。空調ね、ホテルによくある標準的モデル。温度は資料と一致するけど、ここにチップがあるとは思えない。温度が変わって損傷する可能性がある。ここが？じゃあね、
会いたかったんだぞ。わかってる。だから。あれしょ。少し消えたって。少しだ。消えるんだ。要求する。ここか。へえ、ドナギ、何かお祝い事でもあったようね。そんなとこにあるわけないでしょ。この中じゃ温度が低すぎてチップが損傷する。ちょうどいいところ。何ただの冷蔵庫ね。温度がガイドラインと一致しない。ここじゃない。どこだ。サラオールパタン。あのスリナを失ったハンナの身を渡したな。リスクについてきちんとご説明。僕はしておけ。あのな、これ小さなものです。熱パターンを確認。資料のスペックと一致してる。グリノはここにケースを隠してるってことだな。間違いないはず。よくやったわ。情報は揃ったようね。終わりにしましょう。情報は揃った。ああ、これで十分だ。助かったよ、ジュディ。じゃあ、ティーバグ、また後で。お疲れ様。じゃあまた。キャッシュとあなたのデータは削除しとく。痕跡は一切残さない。持ってて、エブリンのつけにしとくから。BD 用の携帯デバイスよ。あなたに合わせた設定をアップロードしてある。ここの機材には劣るけど十分役に立つはず。そしてあんたは危険な橋を渡らなくて済むってわけか。危険といえば私にはあなたたちがどう見えると思う。喋って歩く屍よ。 BD のおかげで必要な情報が揃った。これで何も怖くない。逆よ。それこそが命取りになるの。持ってることがあらさかにバレたらあなたたちも私も殺される。ジューディ大丈夫よ。絶対バレたりしない。エブリンお願い、くれぐれも慎重にね。一つの油断で全てが無に帰す。それがこの街よ。分かってるわ。後で二人で話しましょう。足でもつった？
いろいろとありがとう、ジュディ。それと心配するな、俺もプロだ。D、ちょっといい？少し歩きましょう。で、どう思う？心配じゃないのか？荒坂は頼信とつながりのある人間を片っ端から調べ上げるはずだ。そんな人間は5万といる。私なんか相手にならないビッグネームがずらりとね。企業の大物や殺し屋とベッドの相手、荒坂がまず疑うのはどっちだと思う？あんたがなぜ頼信に詳しいのか分かった気がする。男なんて一度寝れば自分からいろいろ喋ってくれるわ。体だけの関係ってことか？仕事よ、それでしかない。頼信は本当にあんたの動きに感づいてないんだな。ええ、何も気づいてない。今はネットウォッチの件で頭がいっぱいだから。それにもし疑われたって別に大した問題じゃないわ。彼が今から動き出したとしても間に合わないし、あなたなら何とかしてくれるでしょ。頼信とチップの情報、紺碧の BD、 風向きも良ければ計画も完璧。こんな仕事はそうそうあるもんじゃない。それはどうも。でも続きがあるんでしょ。話ができすぎてる。何か裏があるんじゃないか。怖いの？降りたくなった？あんたを信用していいのかわからない。抜け出せない泥沼に放り込まれるんじゃないかってな。 B、 私にはあなたを陥れる理由なんてない。私たちは運命共同体よ、信じて。この後はどうすればいいんだ？ B、 相談なんだけど、この仕事を私から直に引き受ける気はない。フィクサーを介さずに、デクス抜きで。フィクサーを裏切る気か？何か怪しいと思ってたが。デクスはただの仲介役、それも今となっては役立たずのね。エブリン、ナイトシティに鉄則があるとすれば、それはフィクサーを裏切らないことだ。うまく立ち回れば。無駄だ。そんな過ちを犯したらあんたの名は地に落ちる。この街じゃ生きていけなくなる。本当にやるつもりなのか？それは自分に聞いた方がいいんじゃない？この先ずっとギャングと喧嘩して暮らすつもり？一晩で伝説になりたくはない。決めるのはあなたよ。もしこの話を受けたら必ずどこかでしわ寄せが来る。そうね。受ける受けないは別として、これはここだけの話よ。あなたの取り分は 50%。 それだけあれば何でも好きなものを買えるわね。その前に死ぬことになる。デクスが裏切りを許すわけがない。フィクサーなら他にもいるわ。ただしこのオファーはこれっきりよ。少し考えさせてくれ。わかったわ。私の番号を送るわ。心を決めたら連絡して。わかった。それじゃあね。健闘を祈るね。私はジュディと話がある。